アフレコアフタートーク。皆さんこんばんは、相沢ミント役日向未来です。皆さんこんばんは、藤原ザクレ役石井桃香です。このアフレコアフタートークではアニメの放送後にその話数を収録したばかりのキャストが感想などをお話ししていきたいと思っております。はい、今回は第9話のアフタートークということでネタバレを含みますので、はい、ぜひアニメをご視聴の上でお楽しみいただければと思います。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。9話ですね、とうとう姉さん9話ですよここでも姉さん呼びなのね。いやでもなんか、うん、ももちゃんのことは、うん、結構ももちゃんって呼んでるけど、うんうん、割と姉さん呼びだよね心の中で姉さんで呼んでる。嘘、なんか、ね、姉さんみたいな。あ、でも確かに、あ、もう未来だけだよね、馴染みすぎてて、うん、姉さんで、あ、何って言ってたわいや本当になんかすんなり、多分私だけかな姉さんって呼ぶのなんかみんなはももちゃんって呼んでるけど、あ、そうだよね、やっぱ役柄的になのか、うん、やっぱ姉さんって呼ぶことが多いですね。でも一応同い年だよね。そうなの、そう、5人の中で唯一の同い年となっております。唯一の19歳でございます。19歳です20歳になっちゃうよ。いや20歳、ね、早く20歳になりたいと思いつつもまだ19歳でいたいっていう。まだ19歳がいいです。いいですか、で19歳で永遠の19歳ということでそれなら18歳の方がいいかななんでよそここだわる。1歳は輝りたいと思う。そうね、18はね、うん、最高のね年齢ですけども。いや性格はあんま似てないかな、うん、いやほんと性格が真逆というか、うん、ほんと真逆だよね真逆。いやでもなんか、うん、ただ単に真逆ってでライライが感じているのはそう失敗した後の行動の違いだけじゃない？そんなことない。いやでもなんか、うん、こうなんだろう、やっぱ姉さんは日頃からこうちゃんと、うん、なんだろうな、冷静さがあってももちゃん自体に、うん、なんかあんまり物おじをしない感じがするなんか緊張とかはあんまり表に出さない感じ、まあ、感情の起伏の違いですね、ここは。あ、そうかも起伏の違いとなっておりますねそうだね、なんか私は割とすごい表に出やすいそうかも、そこの違いかもね、うん、感情が結構表に出やすい、表情に出やすいですね、うんうんうん、そこはこう姉さんと違う、ももちゃんとは違う部分で、まあでもこうだからこそ結構助けられてることが多いですね、ももちゃんには。嬉しい。いや本当にこうどうしようどうしようってなってる時にあのアドバイスをくれたり、うん、いや大丈夫だよライライって言ってくれるその言葉で何度救われたことかこれからもライライを支えていきたいと思います、はい、支えてもらいたいと思います。ということで第9話ですね、はい、野球は盛りだくさんでしたけども、うんうんうん、まずミューアクアがね切り札になることが発覚しましたね。レタスちゃんがね、うん、ミューアクアと反応しまして8話でね浄化ね、うん、してましたね。ミューアクアついに出てきましたよ。出てきたね、白金さんが海潜ってたの、うん、潜ってたね、潜っててもかっこよかったねそうなんですよね、うん、ミューアクア出てきまして、まあ、ミントの将来の夢も明らかになったということでですね、うんうんうん、ビジネスコンクールに出場していたみたいです、うんうん、お城のねなんか書いてあるのがすごかったもん、なんか、うん、頭いいんだろうなと思ったミントちゃんいや日向未来とは大違い真逆ですねあれ嘘でしょ、おかしいな、ちょっとミントちゃん本当頭が良くて、うん、でもミントちゃんのなんか将来の夢さ、うん、2002年のさ作品ではさ、うん、そんな書かれてなかったじゃない、将来の夢とか。そうだね、うん、そうだからあこんな風にミントちゃんこんなにしっかりしてたんだって改めて見れて、本当にミントちゃん愛が私も深まりました。あ、本当？嬉しい。かわいい。いやそうなの、お兄ちゃんとね一緒に会社を経営したいという夢がありまして、うんうんうん、いや本当に本当すごいなミントちゃん。高校生だよだって。そうだね。このビジネスコンクールなんてそんな知らなかったよ私。未来のリーダーを担う高校にさ、ね悩んでましたけども。うん、いやそして青山くんがねなんとカフェミューミューに来ちゃったっていう、うん、あれは最高でしたね。いやもう CM 入る前にさ、うん、来ちゃったで CM 入るじゃない、うん、もう CM 中みんな青山くんのことしか考えられないでも青山くんが来ちゃった来ちゃった来ちゃったってずっと頭の中に
ずっとあって、ほんとこれはね皆さん来ちゃったのね、エコーがかかってるんじゃないですかねCM 中に。いやもう素晴らしかったよ、あの来ちゃったわ、ももちゃんが声を上げて、うん、盛り上がっておりました。そう、あ1年前にさ、うん、演技レースの題材で、うん、この9話をやってたんですよ。そうなんです。その時に私青山くん役をあの声で、あの入れないとなんか変な感覚があえて喋らないとね、うんうん、そっちの方がやりやすいので青山くん役をやったんですけど、うん、いやまあねとんでもないの、とんでもないことになってた。いやかっこよかったですよ青山くん、桃花の青山くんもかっこよかったですよ。いやもう内田さんの来ちゃったわ、もう素晴らしい。いやさすがでしたね、比べ物にならない、うん、すみませんって。もいや本当キュンキュンさせていただいてますね、うんうんうん、いつも。いや本当、そして今回あの4人でね、いちごと青山くんをこう応援するというか、うん、引き合わせるという作戦をいっぱいしていたんですけども、うん、私はあの迂回お願いします悩んでたね、迂回お願いします。そう最初、うん、あの迂回お願いしますのあの一言なんだけど、うん、割とミントちゃんの声に近い感じで、でもバレないようになんか迂回お願いしますって言ってたんですけど、うん、あの監督からねディレクションをいただいて、うんうん、あのもっと低い声で、もう全然ミントちゃんじゃなくて低い声でやってくださいっていうディレクションをいただいてで、ああいう形になりました。だいぶね別人格だったもんね、だいぶ日向が強いいや日向でもないよあれは。そうだね、うん、日向でもなく、うん、誰なんだっていう、それか交通整備の人だった。いや本当にちょっとこれを機におじさんの声もねちょっと練習していこう幅広くね、そう幅広く練習していこうと思いました、うん、お姉様はね英語ですよ、堪能な英語、どうでした？観光客の、いや私は、うん、あの観光客として扮したザクロお姉様だとは思っていなくて、うんうんうん、なんかハリウッドセレブのような変装をしてるって考えてたから、なるほど、ね、すごいクールな、最初はすごいクールなちょっとお金持ちっぽい品のある、そう品のある英語で喋ったんですけど、うんうん、そんなんじゃないよみたいなもっとなんか観光客なんだからどん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 行っちゃえみたいな感じで言われて、絵がねそう、すごいファッションしてたもん、ね、そう、千葉県って書いてあって風車も舞いちゃってるしねまあそれでもかっこいいんですけど、いや、本当、まあ、ということで別人格でだいぶ声をね高くしまして、確かにそうだね、そう珍しくザクロ姉さんも、それでもこれ5回、いや元取ったかな、うん、最後の最後でなんかもうもっとやっちゃおうみたいになって、何回かね、うん、そうそうもっとやっちゃおうって思って、あれよりすごいことにねやったんですけど、あそれはないかなみたいなちょっとやりすぎかなって言われて、いやあのやりすぎたのもすごい好きです、私は。ちょっとねあれは消したいですね。いやよかったですよ、なんかセクシーなねこう、いつもはね結構かっこよめな、うんうんうん、クールなお姉さんでしたけども、うん、こうセクシーな感じで、芝居抜きたセクシーな声って嫌だな、でも情報が渋滞して情報がすごい。いやでも本当ね、あのレタスもねプリンも頑張って、うん、おばあちゃんとヨボヨボなおばあちゃん役やってましたし、あそこ大好きなんだよね、かわいいんだよね、カツラが飛んでく時のあのプリンのパンっていうあの、うんうんうん、いや9話は本当みんな生き生きしてたね、なんか確かに結構コミカルなシーンが多かったから、そうだね、アフレコも割とこう、うん、笑顔が多かったような気がする、そうだね、撮ってても、うんうんうん、笑いながらコミカルなシーンもあるし、最後はね、うん、アクションシーンもあるし、そうだアクションシーンもありました、うん、姉さんが割るのかっこよかったな、あのガラスのドームみたいなやつ、うん、そうあれなんて言うんだろうね、シールド的な、木陰から出てきたやつ、シールド的なやつですかね、うんうんうん、バーンと割って、いちごがあんな何回も頑張ってやってたのを一発で割ってしまうという、いやさすがお姉様、さすがお姉様です。お姉様本当にあの無知で、ね、何でも戦えるんじゃないというか何でも壊せるんじゃない、めちゃめちゃ強いんじゃないめちゃめちゃ強いよね、ザクロすごい、最強なのではと思った、本当に最強だと思うでもああやってこうねみんながいちごをこう助けに行ったり青山くんとこうね引き合わせたりする、あの4人の頑張りが結構キュンときます ね最後ね渡せたしね、ちゃんとなんかみんなぜひ楽しんで楽しんでだいぶ楽しんでね楽しんで本当に、ね、もうやっと渡せたんだから、あんなチケット早く可愛かったな、欲しいです、いちごと青山くんにはね幸せになってもらいたいってみんな思ってますから、はい
はい、ということでアフタートーク第9話でした。はい、これからも東京ミュウミュウニューを楽しんでご覧ください。